皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。2022年中学1年生の英語6月テスト復習の4回目です。今回は日本文の意味になるようにカッコに単語を入れましょう、こういう問題です。カッコ1、私は緑茶を飲みません。英語を見ると I カッコ drink green tea、ね、I カッコ drinkGreen tea、 こうなっていますよね。これカッコを伸ばして読むと I drink green tea、 I drink green tea、 私はこう、緑茶を飲みますという意味ですけれど、これ飲みませんに変えるときにはこれ主語が I で動詞一般動詞ですね、 drink。 こういうときには主語と動詞の間に do not ね、 do not を入れると何々ではありませんと。ですから I do not drink green tea となればいいんですけれど、カッコが一つしかありませんよね。ですからこの場合は do not、 これを短くした短縮形 don't をカッコに書きます。 don't、 I don't drink green tea、 I don't drink green tea。 この時N と T の間に短くして省略してありますよというアポストロフィー、これを書くのを忘れないようにしてください。カッコ2番、あなたはこの近くに住んでいますか。あなたはこの近くに住んでいますか。これ質問の文章、疑問文ですよね。英語を見るとカッコがあって You live around here、ね、カッコで You live around here、こうなっています。これ質問の文章に変えるときですね、主語が言うで動詞が live、 一般動詞のとき主語 you の前に do、 これを置きました。 do は do と書きましたよね。文章の最初に来るので最初の文字の d、 これを大文字にして、ね、do do と書いてください。で do you live around hereDo you live around here? これで、ね、あなたはこの近くに住んでいますかという、ね、意味の英語ができました。この近くという意味では near、ね、っていう単語もありましたよね。 Do you live near here?、ね、これでも同じ意味になります。で近くという意味で near という単語も覚えておくといいと思います。3番です。あなたはどこでギターの練習をしますか。あなたはどこでギターの練習をしますか。とこういう文章です。英語のを見るとカッコ Do you practice the guitar? カッコ Do you practice the guitar? カッコを除いた読むと Do you practice the guitar? あなたは、ね、ギターの練習をしますかという意味の文章ですね。これにポイントとなるのはどこで、これが実はね、聞きたいものって英語の場合最初に来るんですよ。ですからこの一番前の部分にどこでという意味の単語が入ります。これはどこでは where でしたから w-h-e-r-e、 最初の w を大文字にしてくださいね。で where do you practice the guitar、 where do you practice the guitar、 これであなたはどこでギターの練習をしますかという意味の英文が完成したわけです。今回は2022年中1英語の6月テストの4回目、この復習をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。